別所大塚古墳は奈良県天理市別所にある古墳。形状は前方公園墳。史跡指定はされていない。奈良盆地東園、平尾山丘陵西陸の丘陵先端部を切断して築造された大型前方公園墳である。これまでに発掘調査は実施されていない。墳形は前方五円形で前方部を北東方向に向ける。墳球は二段築成。 噴球表面では吹き維埴輪が認められるほか、噴球周囲には集合、外包みが巡らされる。噴球首レブで作りでは認められない。主体部の埋葬施設は、公園部における横穴式石室であるが、これまでに破壊されており、現在は大きなサイド跡が残る。付近の大型前方公園噴の石神大塚古墳、上成塚古墳と同様の大型石室であったと、 推測される。1893年の大和国古墳ボトリ調べ所ではこの石室から、幅約3メートル、長さ4メートル以上の大型組合式石管が出たことが知られるほか、人骨、近藤製鈴数個、鉄属、甲、鉄刀、瓦家、小兵が出土したという。この別所大塚古墳は、古墳時代後期の6世紀代の築造と推定される。 後期古墳としては、奈良県内で、有数の規模の古墳になる。付近では、別所大塚古墳の他にも、後期大型前方公園墳として、石上大塚古墳、上成塚古墳が分布するが、三期は同様の、墳旧規模、石室規模、築造時期であることから、類縁関係にあると想定され、一体の群衆墳の名主墳として、物のべの主長母とする説が挙げられている。 集合右に公園部、右奥に前方部、左に外ずつ海。古墳の規模は次の通り。墳球は前方部東側で、おねたん部を切断することによって構築される。墳球周囲には集合がめぐらされるが監修せず、前方部東側では、切り通しのみで、集合は認められない。ありがとうございます。